出張 DIY 新企画スタートなんですが、はい、1回目のゲストすごい人が来てくれました。ありがとうございます。吉本トップ YouTuber ハイジーさん、よろしくお願いします。こんにちは、ハイジーです。お願いします。お願いします。いやー、よろしくお願いします。このポーズ生で見れました。ありがとうございます。そんな嬉しいもんじゃないですか。ありがとうございます。お願いします。まあちょっと僕からお願いしてね、はい、あのね、ハイジーさんの YouTube よく見てますが、家からお送りするときに、はい、ちょっと背景が残ないんじゃないかっていう俺の意見。そうだったんですね。僕おしゃれかと思ってたんですけども足んなかったんですね。で、ちょっとそこ DIY させてくんないかって言ったらすぐ乗っかってくれたんで、はい、それはそうですよ。実現いたしました。やってほしい、はい、僕だけの知恵とノウハウじゃ無理なんで、はい、こんなこともあろうかと今日スペシャルゲスト呼んでるんですよ。そうなんだ。 DIY の神様、はい、DIY という言葉を日本に持ち込んだ方がいるんですけど、すごいですね。その方がなんと俺知り合いなんで、はい、はい、ちょっと来ていただきましょう。山田さん、お願いします。どうも、初めまして。お会いしたかったです。お会いしたかったです。お会いしたかったです。嬉しいです。 DIY の神様、山田さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。だいたいテレビで DIY の企画をやったら、はい、だいたい裏に DIY コーディネーターとして山田さんがいらっしゃいます。半端じゃない方なんですね。そうなんですよ。じゃあもう安心ですね。安心です。3万円で行きますか、僕のこの部屋。3万円は武藤さんがいろいろ考えながら材料チョイスして。ちょっと待ってください、情けつけやめましょう。責任のお仕事を僕がやって。お願いします、武藤さん。お願いします。武藤さんのセンスと全センスだよね。そうですね。でも技術は本当ありますから、はい、でも3万以内で収めましょう、はい、じゃあまずはホームセンター行きましょう。わかりました、ね、じゃあホームセンターへ。やんないよ、やんないよ。何やってんの。やってよ、やってよ。恥ずかしいじゃん。やってよ。2人でやっちゃったよ。もういいです。じゃあホームセンター行きましょう。はい、ということで、はい、3万円で、はい、キッチンを丸々 DIY ということで、はい、ロイヤルホームセンターでやってまいりました。いよいよ来ちゃいましたね。もうワクワクしかしないこれは。いや、そうですよ、はい、山田さんがやっぱ選んでくれますから、3万円以内の僕だよね、はいはい、それでちょっと行きましょう。行きましょう。はい、お願いします。お願いします。これは仕上がりだからハイジさんが色決めてもらいたいんですよね。そうです、そうです。わー、そうなんだ、はい、うわー、もうそんな重大な決断迫られてるんですよ、僕は。だから一緒に来てほしかった。もうどこに何が売ってるか熟知してるんです ね。さっき頭に入ってるもんね。全く間違えずに来ましたね。ほぼ毎週来てるから。この裏側のあれにしようかな。ペイント系じゃなくてステンリ系。はいはいはい。ステイン。こっちに向き当たりかな。いきます。ステイン、ステイン。あ、この辺のステインもすごいいいですよ。ただ会計。でも多分3万は超えてないけど、と思うけど、3万はまあ超えてないか。うん、超えてない。でも超えてたらやっぱりこれやめますみたいな。そうです、超えてたらキャスターなしとかね。最初にこの壁に柱を立てるためには、はい、ごめん、壁を作るためには柱がいるよね、はい、柱がいる。そうなんですよ、だって現状復帰したいわけだから。なるほど。このまま板打っていったら現状復帰できないですもんね。できないもんね、はい、とこのホームセンターで買ったあのアジャスター、こういうアジャスター、上から突っ張るやつね、はい、これを使ってここに柱を2本。はあ、わかりました。この柱がいずれ壁になっていくという感じですね、うん、はあ、そうです。で、2319mm ですよ、はい、この柱を切りましょう。早いな。 2319mm の柱を2本作らなきゃいけないと。そう、早いな。マジですげえな、うん、バッテリーが弱ってるよね、はい、でももう一個の印出して、はい、ちょっと俺バッテリー充電するわ。でもこれでいいんですよ、うん、これでいいんですか。これが 48.9 だったら、はい、私成功です。成功ですね、はい、48.9 でしょ、下がったもんね、ちゃんとな。 48.8 1ミリ失敗。え、もう失敗してんじゃないですか。はい、これ今日大丈夫なんですか。オープニングからちょっと帰ります。いや、大丈夫です。帰んないね。違うんですよ、はい、これが突っ張り棒みたいになってるんで、はい、ほんと DIY 用なんですよ、初心者用、はいはい、あのここを突っ張ればいいから。そっか、1mm の誤差は大丈夫なんです。なるほど、はい、はい、
で、壁の下地を作るのがベニヤです。これ山田さん、ここどうします？いや、そこね、上の板だけ向こうに張り出ししようかと思って。あ、なるほど。もうベニヤはそこでしか止められないので。はい、どうですか？行くね。行きます。下地は行くね。ちょっとこっちも一旦ここまで出すので。そうですよね。下地っすもん。あ、すげえいい色。じゃあウォールナット入ったか。ウォールナットだな。大好きなんですけど、はい、先ほど餃子さんが跳ねた B 品を僕らが買って使いたいの。水打ちっすか？あ、いいですよ、もう水で。エス、これどこに打ってもいい？もう表面がいいですよ。あの、かなり板の真ん中あたり。こう。あ、そう、3本ぐらいで。3本ぐらい。はい。それ、一番ケツはこのあれがあるとこがいいですよね。うん、板があるとこね。ここね。はい。で、ここは関係ないですか？そこはどこでもいいです。あの、もうベニヤで効かしてるので。はい。できましたよ。見て、すげえ。完成。どうですか、今回のこの仕上がりは。完璧です。あら、もうコーヒー飲みたい。最高で、あ、いいですね。嬉しいね。マシン買ってちゃんと美味しいの入れて飲みたいですね。じゃあ、今回は大成功ということでいいですか、ね、大成功ですね。はい、大成功。じゃあ拍手で大成功です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。